どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日は昨日に引き続きアーストン10年です。はい、昨日はね、シーカスクを飲んで、なかなかね、僕も塩気は感じて、なかなか美味しいなと、のんぴりと。ローランドのね、フルーティーさもあって、なかなかいいウイスキーだなと思ったんです。で、今日はランドカスクを飲みます。何がどう違うか、あ、その前ですね、アーストン、まあ、あれから、まあ、ちょっといろいろネット情報とかも見たりしたんですけど、あれみたいですね、あのアイルサベイ蒸留所の原酒じゃないみたいです。あの蒸留所非公開となってるみたいですね。ただアイルサベイ蒸留所の、アーストンという言い方をしているところはほとんどなんですけど、そうじゃない情報もあったので、その情報があるということは多分蒸留所非公開のシングルモルトっていう方が正しいのかなって気がしてます。で、一応アイルサベイ蒸留所はローランドですね。持ってるのはウィリアム・グラント&サンズ社、グランツなんかのあのブレンディットが有名な。そして、グラント&サンズ社といえばグレンフィリック、バルベニー、キニンブイっていう、3つのモルト蒸留所が有名ですけど、あとはそのブレンド用のそのグレンウイスキーの蒸留所として、ローランドにガーバン蒸留所を持ってて、そのガーバン蒸留所の敷地内にこのアイルサベイ蒸留所ができたのが2007年。そこから、まあ、先日もレビューしましたアイルサベイとかいう、ああいうコンピューター管理の原子をしっかり作って売り出して、まあ評判がいいですね。で、そこの、まあ、一応アイルサベイ蒸留所が送り出すアーストン、2種類。シーカスクは海沿いの、まあ、アイルサベイ蒸留所の貯蔵庫で、10年寝かしたやつですね。片やランドカスクはピーテッドの爆芽になります。ピーテッド爆芽を使って、貯蔵庫がですね、グレンフィニックと、キニンブイじゃない、バルベニーかな、グレンフィニックとバルベニーの蒸留所を確か使って、蒸留所じゃない、貯蔵庫を使って、貯蔵した原酒ですね。だから味わいも2つ全然違うとは思うんですよ。で、まあ昨日はちょっとこっちのシーカスクやったんで、今日はまずはこのランドカスクをどんな味なのか飲んでみたいなと思います。ピーテッドね、どのくらいのピートが効いてるのかとかいう情報もないし、まあ貯蔵庫がそういうグレンフィリックとバルベニーっていうような情報ぐらいですね。で、700ミリ40度で3500円ぐらいですね。まあ、アイルサベイ、あのシングルモルト自体は結構高いんで、まあ、そこの蒸留所が一応送り出すこのシングルモルト、まあ、蒸留所名は非公開らしいですけど、まあ、貯蔵庫はちゃんとアイルサベイの貯蔵庫を使ったり、グレンフィリックがね、まあ、グラント&サンズ社、ウィリアム・グラント&サンズ社なので、品質的にはまあ間違いのないところだろうな、というところのシングルモルト、3000万円。まあ、悪くないと思いますね。はい。よいしょ。はい、焼きました。それでは、まずは、ストレートの味を。見たいと思います。はい、ではまず
ストレートです。アルコールの刺激の香りはなくて、結構ピーキー、ヨード的なピートの感じじゃない感じですね。そうですね、土っぽいというか、あの焚き火っぽい土の方のピート感。フルーティー感はあまり香りからは感じません。はい、いただきます。あ、これ独特な味ですね、これは。乾いたピートの感じだと思ったんですけど、香りは飲んでみると何か湿っぽいですね。いや、これはちょっと独特ですね、味わい。これは何だろう。言い方悪いんですけど、生臭い草木のような、なんか湿っぽさがあります。でもピートが効いててすごくいいですね。昨日のシーカスクはちょっと僕はリンゴだったかな、ちょっとフルーティー感があったんですけど、こっちはないですね、フルーティー感が。ローランドにしては飲みやすさっていうのもちょっとあんま感じないです。独特のピート感です。ピート好きの人がちょっと一定のファンがつきそうな、あの味ですね。はい、ちょっと加水してみましょう。加水しても香りからはフルーティーフローラルは感じないです。いやー、ピート感が。でもですね、そんなにものすごいフェノールじゃないとは思いますよ。でもしっかりピートが効いてますけど、カビラ、まあ、PPM で言うとだから30、35とか、わかんないですけどね。アイラのピート臭さじゃないです。微妙にちょっと陽動感ありますけど、土っぽいピート感の方ですね。ね、やっぱ加水しても、なんかあの、生植物みたいな味です。湿った植物的な味が若干なりとも感じられますね。はい、まあちょっと意味があるかどうかあれですけど、シーカスクと比べてみましょう。はい、ランドとシーですね。シーカスクはやっぱり圧倒的にこの飲みやすさの、ブレンディットかと思うような香りですよね。で、しっかりやっぱりランドカスクを飲んだ後だと、あの香りももろにフルーツ感はありますね。華やかさと、しっかり合わせ持ってるなと。まあ、華やかさよりも、やっぱり僕はちょっと、リンゴ的な、甘みのある香りを感じます。香りはこっちはもピートですね。はい、シーカスク、飲みやすい。シーカスクはやっぱりこのランドカスク飲んだ後だとものすごく飲みやすく感じます。これまだ加水してないんですけどね、まあ40度ですけど、やっぱ甘いです。そしてこれは美味しい。はい、そしてこっちのランドカスクは
やっぱりどこまで行ってもスモーキーピーピー、甘さがあまりないのかなと思います。はい、混ぜてみます、はい、一応これでシングルモルトですけど、ブレンディッドモルトみたいになりました。あー、これ単体で飲むより、ランドカスク単体より僕はこっちのが好きですね。生臭さが消されました。割と多分これにグレーンウイスキー入れたらいいブレンディッドになりそうな。ちょっとね、こちらをランドカスクはどうでしょう。ストレート飲んだ感じではちょっとピーティーに力入ってるなって感じでした。はい、ではちょっと今日はねランドカスク飲みます。ロック飲みます。はい、ではアーストンの10年ランドカスクの方です。ロックです。でもピート好きの人にはこれはいいな。あの苦味バシった感じとピートの感じがうまく融合してますね。これはロックはピーティーな美味しいロックです。ただまだあります。生臭き、はい、なんか生い感じですね。あの雨が降った後の草原じゃないな、芝生でもない、あの道端に寝転がった時に感じるあの青い草のあの湿った感じは正直ありますけど、ストレートに比べるとだいぶロックで、ビターさが出るんで抑えられてます。しかしなんかローランドらしい飲みやすさとか、フルーツ感は正直ちょっと今の僕のこの感じではわからないです。はい、ですね。さっきのあのブレンドしたやつの残りを入れてみます。一気にまろやかですね。でもこのブレンドしたやつはちょっと苦味が勝っちゃうかな。ピートが苦手じゃなければロックはこのランドカスクはミックスしない方、普通しませんよね。ランドカスクはロックでピートの感じが美味しいです。ビターピーティーみたいなね、悪くはないですね、ミックス。はい、ではハイボールをします。このアイルサメイ蒸留所自体はグレンフィリップはじめとするこのグランサンズサンズ社のブレンディットを作る原種のモルトを供給するための蒸留所、多分グレンフィリップ、バルベニー、キニンブリだけでは足りなくなってきたんでしょうね。そういう意味も込めて、ブレンド用のグレンウイスキーのガーバン蒸留所の敷地内に新たに2007年に建てられたんですけど、そういった意味合いではこういうノンピートのシーカスクはもう割と僕はローランドっぽいなという感じは受けましたし、そういう原種はあるのはよくわかります。でだからブレンド用としてこういうピーティーな原種も持っているという、これ蒸留所がね
アーストンじゃなくてアイルサベイかどうかはちょっとね、僕もねもうちょっと詳しく調べてみますけど、どうも蒸留所は非公開みたいなんで、ただまあその貯蔵はね、自社のそのアイルサベイ蒸留所とグレンフィニックバルベっていうところで貯蔵はしてますんで、まあアイルサベイ一派というかアイルサベイ蒸留所のアイルサベイとして一応送り出しては、だからグランツ&サンズ社のアイルサベイ蒸留所として一応出してるこのシングルモルト、うん、普通アイルサベイですよね。まあでも確かにアイルサベイのあの均一の取れた、あのピーティーな感じ、まピートの感じは割とあのフェノールチ濃さ的には似てるなって気がします。ただちょっと質が違うのが、そのあっち甘い香りがしっかりフルーティー&フローラルがついてくるんですけど、このランドカスクは正直僕はフルーティーフローラルは感じないです。あのピートの感じの癖の強いシングルモルトだなっていうのが印象ですね。ハイボールです。ハイボールになるともう美味しいですね。でもね、ピートハイボールです。もうあの土煙のハイボールって感じです。だからどうなんでしょうね、広場で傍らで、この傍らと広場のちょっと隅っこの方で焼き芋でも焼きながらこう焚き火をしているような、まあ、今では見られない風景でしょうけど、僕らの子供の頃に野球とかしてる横でそういうのをやってるおっちゃんがいて、その時にこうその近くで転んだりすると感じたような土煙のピーとかと草木のちょっと生っぽい感じが上がってくるハイボールですね。あーでもハイボールになると炭酸の感じと氷が溶けるいい感じになって、ちょっとストレートはね、ちょっとその生臭さがあるなというのがちょっとあったんですけど、ロックは割とね、ビタースモーキーみたいな、ビターピーティーみたいな感じで美味しくて、ハイボールもそれなりにこれは、全然味が違うんで、全く違う。同じアーストンですけど、全く違う。まあ、レダイブとトマモリみたいなもんですか。全然違います。はい。このアーストンのランドカスクは、ストレートは、一定のコアなファンがつきそうな癖のある味だと僕は感じました。ロックはビターピートが効いたウイスキーが好きな方、これはいいですね。ハイボールもちょっと癖がありますけど、でもそこまで何かこう突出してっていうのもなくて、ただピーティーなのでピート嫌いの方はちょっと厳しいですけど、まあ美味しく飲めるハイボールではあります。食事は相手を選ぶかなっていう感じは若干ありますけどね。はい。まあでもアイルサベイ蒸留所がというか、あのグラント&サンズ社が、まあブレンディットの供給用としてのモルトとして、このノンピートピート、この2本をしっかり用意してるというのは分かるような味わいの2本だと僕は思いました。
コスパ的にはもう3500円なんで、悪くもないし、まあ突出してよくもないですけど、まあまあいいんじゃないかなと思います。こっちのシーカスクはピート好き、ピート好きじゃない、方もう万人受けする美味しさだと思います。ランドカスクはちょっと癖があるんでピート好きの方もまあ機会があればどこかでね一杯まずは飲んでみて、気に入ったらこう持ってもいいかなという、どっちかといえばですね、気に入るともう欲しくなるって、これ気に入ったってなって欲しくなるっていうのはこっちのランドカスクだと思います。まあ、シーカスクは割とね、まあ飲みやすいローランドの、感じっていうのがあって、まあ、若干塩が感じるんで、その辺もあって、いいですけどね。コアなファンがつくのがランドカスクかなという気がしました。はい、ということで今日はアーストンを飲んでみました。タクノミバー竹尾では毎日こんな感じでいろんなウイスキーをお酒で遊んでおります。ほぼほぼウイスキーチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノミバーこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。